1曲目はね、美少女ヒロインマジカルマロンっていうアニソンっぽい曲をやったんだけどね、今度はね、大人っぽい曲をやるよ。西岡清蔵さんのぷかぷかっていう曲に憧れて作った曲なんだよ、君ちゃん。誰とでも寝る女という女、あ、誰とでも寝る女という曲なんだよ。ダメよ、ダメダメ。